はい、じゃあイチゴから白髪の目で染めます。じゃあ山田電機で予報コーナーってあるんですか？うん、あるみたいね。だから前橋の方から来るんじゃないの？あの広告に入ってたんじゃ、暮れから思ってたんだけど、なるほど。だから水回りも少し移動するしとね。ちょうど後ろに水があるんだよ今は、はい、脇だからタンクが、はい、だからそこをほら横に持ってくるって言ったのね、はい、後ろだから今度タンクが、そうだよね、それだけ、そっか、あ、そうだよね、そうしなきゃね、そう、それだって金かかるから余分でしょ移動するそうだ余分になるな、結構あるんだよ。便器を持って運が2800円だって、下で片付けてくれる、はいはい、それはまあいいやつだね、しょうがないもんね、うちはしょうがないだから、そうそうそれこそ、ねえ、邪魔だもんね、で少しほら掃除してくれるような、汚れを落としやすい、のめっこい、はい、ああいうの